を氾濫した磐田市の敷地川に国交省の緊急災害対策派遣隊が訪れました。大雨の影響でおととい磐田市では敷地川の堤防が決壊し氾濫しました。この現場に今朝国土交通省の緊急災害対策派遣隊が県の職員らと訪れ現場の状況を確認しました。そして堤防の決壊につながった原因や現在できる対応方法について話し合っていました。